皆さんこんにちは。笑顔の話し方講師太田裕美です。今日は挨拶の後に一工夫というお話です。さあ、この私の動画では挨拶と、そんな話をずっとしてきています。続けて動画をご覧になってくださっている方は、あ、また挨拶の話題かって、そんな風に思うかもしれませんが、挨拶をしておしまいではなく、挨拶の次に工夫をしていこうというお話を今日はしようと思います。さあ、おはようございますと挨拶をしたらそれで終わりとなってしまうことももちろんありますよね。すれ違うだけの知っている方だったりとか、会社でもすぐ仕事に取り掛からなきゃならないとか、そういった時には挨拶を交わすだけということももちろんあります。でも相手ともっと仲良くなりたいとか、相手ともっとコミュニケーションを取りたいと思ったら、挨拶の後に何か続けるというのは大事なことです。挨拶というのは明るく、いつでも、先に、続けてというこの4つの意味合いがあります。明るく、いつでも、先にというところはもうこれまでも動画でやってきましたよね。そしてこの続けてということで、挨拶の後にもう一言何か続け加えることができたら、コミュニケーションがさらに深まっていきます。例えば、おはようございます、今日はいいお天気ですねとか、桜の花が今満開ですねとか、そんな季節やお天気の話題というのは無難に使うことができるので、あ、今日誰かに会ったらこんなこと言おうかなって心の中にちょっと止めておくのもいいですよね。朝天気予報で今日は午後から雨になりそうですというような情報をゲットしたら、おはようございます、晴れてるけど今日は午後から雨になるそうですよなんて話を持っていくと、お天気の話題からまた話が広がっていて、コミュニケーションが取れたりしますよね。今日はどんな話を付け加えようかな、今日はどんな話をしようかなって、そんなことを心の中にちょっと留め置いておいて、それを話題にする、挨拶の後に続けて何かを話をするということをすると、コミュニケーションも広がりますし、人間関係もより深まっていきます。挨拶に一工夫、これを実践していきましょう。あなたの周りがキラキラと輝き出しますよ。 LINE のお友達登録をしていただくと特典動画が見られます。ぜひ概要欄からチェックしてみてくださいね。